南相馬市は福島県浜通り北部に位置する市。愛想地方で最大の人口を有する地方公共団体である。毎年7月下旬に開催される相馬や馬追いで知られる町である。東は太平洋に面しており、2011年の東日本大震災では津波及び福島第一原子力発電所事故による影響を受け、復興に取り組んでいる。 2006年1月1日、原町市と相馬郡小高町及び鹿島町が合併して誕生した。旧市町の区域ごとに地域自治区となっており、各々、原町区、小高区、鹿島区に移行して住所に名称をほぼ残している。当初、小高町、鹿島町、原町市の合併協議は、飯立村を含めた旧行方郡で行われ、新市名には、 行方市も候補に上がっていた。ちなみに、合併が実施された前年の9月2日に、茨城県にあった行方郡の山頂が合併し、行方市が誕生している。福島県浜通り南端かつ、最大の都市岩城市と宮城県仙台市との距離は、それぞれ約7 5トルで、両市のほぼ中間に位置する。地方市、福島民法、福島民有の西ともに支社を置いている。 国の重要向け民族文化財に指定されている、相馬や馬追いが行われる。南相馬市は SF 映画、戦国自衛隊の撮影に使われ、相馬や馬追いが劇中で使用された。市内の高校生がエキストラとして協力している。北泉海岸はサーフィンが盛んなことでも知られており、夏になると世界大会が開催される。震災からの復興の一環として、 福島イノベーションコースト構想により、市内に福島ロボットテストフィールドが設置されるなど、国内でも有数のロボット開発、検証環境が整っている。関東大震災を最初に世界に伝えた原町区の原町無線塔は、高さ約200メートルで、当時アジアで最も高い建築物だった。しかし、 老朽化などから1982年に解体され、現在は、原町区にジュースケールの記念塔である奥、原町無線塔がある。は、山古原の町駅前暖流の影響により、夏は冷涼で冬は温暖な気候である。降雪量は、東北地方としては少なめであるが、南岸低気圧が通過した際には、大雪が降ることがある。山沿いにある、 原町区馬場,場や片倉地区、小高区川坊、金谷地区などは積雪量が多くなる。東は太平洋に面し、西は阿武熊高地に接する。福島県内の地政的かつ歴史的な地方区分である浜通り、中通り、合図のうち浜通り地方に属し、その北東部に位置する。福島県内の地方区分の一つである愛想、岩木、 県北、県中、県南、合図、南合図のうち、愛図地方に属する。旧、市町の区域で3つの地域自治区が設置され、一部を除いて、住所表示は市名に続けて、区の名称をつける。小高区と鹿島区にそれぞれ区役所を設置している。東北地方太平洋沖地震に伴って発生した、津波に飲まれて壊滅した南相馬市街津波に、 襲われた原町火力発電所。一部の燃料タンクが流出している。2011年3月11日14時46分18秒、マグニチュード9.0の東北地方太平洋、沖地震が発生し、南相馬市は小高区と鹿島区、さらには原町区高県町で震度6弱、原町区本町と原町区三島町で震度5弱を観測した。 さらにこの地殻変動が引き起こした津波が海岸線から約2キロメートル付近までの地域を飲み込み壊滅させた。小高区塚原あざ沼在住の自然環境調査員の目撃証言によれば特に津波の第3波は大きく海岸線に設けられた高さ十数メートルの膨張林を越えたという。原町火力発電所も津波の直撃を受け死者一人火災の発生。 危機損壊、8万トン級の石炭線の沈没等、多大な被害を受けた。2012年、2013年、2016年、2019年11月20日、現在。アブクマ用金庫本店南相馬市立、中央図書館南相馬ジャスモール、原町区の北泉海岸は、海岸を埋め立てて作った原町火力発電所の南側に続く、砂浜海岸である。 発電所の防波堤の反射波と直達波が合成されて大きな波が発生することからサーフスポットとしても知られている。サーフィンの大会は2004年にアマチュア全国大会2005年に東日本のプロ大会2006年10月4から8日には世界プロサーフィン連盟が公認するワールドクオリファイシリーズが開催された CF サーフィン2006年日本開催の 主な大会。相馬や馬追いのためだけに飼育されている馬が200頭弱、それ以外にも多くの馬が市内で飼育されており、一地域における飼育数では世界有数の頭数となる。相馬や馬追いの直前などはバジ練習も個々人で行われているため、朝方などに馬と機種が一般道を歩く光景は珍しくない。相馬農業高校には、 馬術部が存在しており、日本代表候補などをこれまで何度も排出している名門馬術部である。市内には名員台馬の飼育を行う過程も多くあり、競馬ファンの愛でも広く知られている。関連施設現の町駅隣接する主要都市への移動手段は南北へ、岩城市や相馬市に国道六号や常磐線が通じており、常磐自動車道は2015年3月1日に、 全線開通となった。西へは、福島県中通りへの唯一の公共交通として、県庁所在地の福島市まで路線バスが整備されており、2010年代末までに、開通予定である、東北中央自動車道を経由するルートが開かれる。相馬や馬追での神畑争奪戦神畑をもって、幼鳥の坂を駆け上がる、騎馬武者小高神社拝殿研究。ありがとうございます。